皆さん、こんにちは。今回お話ししたいのは、来季のヤクルトの一番のライバルについてです。東京ヤクルトスワローズは今季、29年ぶりとなるセ・リーグ2連覇を達成しました。そこで同球団の監督である高津慎吾氏は、来季のリーグ3連覇を目標に、あるライバルを打倒することを決意しているのです。ではそのライバルとは、一体何なのでしょうか。その正体について見ていきたいと思います。ぜひ最後までご視聴ください。まずはじめにヤクルトがライバルとしているものについて仮定してみます。監督である高津慎吾氏がライバルと称しているので、選手ではなくおそらく球団ではないのでしょうか。そこで今から過去のスワローズのリーグ戦や日本選手権シリーズなどの様子を振り返り、そこから今回噂のライバル認定した球団について割り出していきたいと思います。まずは2021年のリーグ戦を振り返ってみましょう。当時のシーズンは史上稀に見る大混戦となっていました。セ・リーグは東京ヤクルトスワローズが24日の巨人戦に勝利して優勝までのマジックナンバーを2に減らし、2015年以来6年ぶりのリーグ制覇に王手をかけていました。残り3試合で阪神とのゲーム差は0と気の抜けない状況は続きましたが、昨季まで2年連続最下位のチームをここまで引き上げたのは就任2年目の高津慎吾監督の手腕によるところが大きいでしょう。山田哲人選手、村上宗隆選手、奥川恭伸選手をはじめとした才能をきらめく選手たちが生き生きと力を発揮し、終盤の優勝争いをたくましく戦い抜いた土壌は指揮官の包容力が作り出したものでした。明るく楽しく、なおかつ強い、そう、強い時のヤクルトってこうなんだよなと長年のファンはこのリーグ戦で懐かしさに喜びをかみしめていました。それは高津慎吾監督が恩師である子野村克也氏の緻密な野球をベースにしつつ、直近の優勝監督である若松勉氏、真中満氏の系譜も継ぐ、選手にのびのびと力を発揮させるチーム作りに成功していてたと言えるのではないでしょうか。アフロのカツラで大都会を熱唱していた現役時代のイメージ通り明るいキャラクターだが、実はシャイで繊細な一面も持つ。指揮官としていざ勝負の場に立てば大の負けず嫌い、そしてひたすら熱い。天王山となった9月7日の阪神3連戦の初戦前のチームミーティングでは、選手を前に絶対大丈夫、どんなことがあっても僕らは崩れないと熱く語りかけてチームを包み舞い、繰り返した絶対大丈夫の言葉は終盤戦を戦い抜くチームの合言葉になった。9月13日の中日戦では土壇場の9回攻撃時に併殺をめぐる不可解な判定に対して15分にもわたって猛抗議。中日の選手たちがベンチから引き上げても諦めず、大きな身振り手振りで審判団に熱く語りかける姿を選手たちがじっと見つめる姿が印象的だった。あれが今シーズンのターニングポイント。監督の熱い言葉、必死に戦っている姿を見て選手たちの意識も変わった。あそこから明らかにチームがいい方向に動き出したのを感じました。指揮官を支えた宮出隆司ヘッドコーチはそう証言する。事実、翌14日から13試合負けなしと驚異的な快進撃を続け、巨人、阪神のライバルを一気に圧しました。以上が2021年におけるリーグの様子です。ここからは巨人が来季のライバルであるということが予想できるかと思います。それでは2022年のライバルは一体どの球団だったのでしょうか。実はオリックスがヤクルトのことを最大のライバルだと言っているのをご存知でしょうか。ここから異なるリーグにおいてですが、ライバルはオリックスだということができます。それではそのコメントやオリックスとヤクルトとの関係性、また今季の日本選手権におけるオリックス VS ヤクルトの様子について見ていきたいと思います。今季の日本選手権シリーズで26年ぶりに日本一に輝いたオリックスが10月31日最高のライバル東京ヤクルトスワローズへとのタイトルで2年連続で日本シリーズを戦った、ヤクルトに対する感謝のメッセージを公式ツイッターに掲載しました。昨年は2勝4敗で敗れ、今年は4勝2敗1分けで日本一。
昨年は全6試合が2点差以内で、今年も7戦中5試合が2点差以内の大接戦でした。球団公式アカウントは、日本シリーズの悔しさは日本シリーズで晴らす、その思いでこの1年やってきました。立ちはだかったのは昨年同様、いやそれ以上に強くなったあなたたち。ここぞという時の集中力と圧力、強烈でした。ヒリヒリしっぱなしの7試合、めちゃくちゃ楽しかったです。最高の日本シリーズをありがとう。プロ野球ってやっぱり最高に面白いとライバルを称えていました。それではいよいよヤクルトが来季のライバルと認定した球団について見ていきたいと思います。リーグ戦において接戦を繰り広げた阪神とも言えるかもしれませんが、それは去年の話。そこから2年後の来年の目標にするとは考えにくいのではないのでしょうか。また今年のリーグ戦の順位を見ても、ライバル認定するほどの脅威差はないように思えます。だとすると、やはり向こう側から最大のライバルと称されたオリックスであると言えます。しかしヤクルトはセリーグ内の球団で、オリックスはパリーグ内の球団。加えてそもそもヤクルトが今回ライバルと称しているのは来季のセリーグにおいてのことです。来年のライバルとするにはやはり適当であるようには思えません。それでは一体ヤクルトが来季の目標にしているあるものとは何なのでしょうか。答えは高津慎吾監督がライバルと発言した瞬間にあります。その場面を今から詳しく迫っていきます。ヤクルトは今季は29年ぶりとなるセリーグ2連覇を達成した後、約150人の社員に出迎えられ、高津慎吾監督は皆さんの熱いご声援で素晴らしいシーズンを過ごすことができましたと挨拶をしました。その後に続けて、これからリーグ3連覇という大きなものに立ち向かっていくわけですが、セリーグ5球団ともう一つライバルがいます。ヤクルト1000に負けないように頑張ってまいりますと話題の乳酸菌飲料をライバル視しました。いかがでしたでしょうか。今回はヤクルトの来季のライバルについて見てきました。人物でもなく球団でもなければ、飲み物がライバルだったとは衝撃ですね。しかしあながち間違いではありませんよね。ヤクルト1000は一時期売り切れ続出で品薄だった商品です。この人気に勝つのは結構難しいことなのではないでしょうか。東京ヤクルトスワローズがヤクルト1000の人気に勝てる日を楽しみに待っておきましょう。どのように勝敗を決するかは分かりませんが、最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。